香港ディズニーランドのトイストーリーランドとい、ストーリーランドとは、世界のディズニーパークにあるテーマランドの一つである。場合によって、トイストーリーランドの書き方もある。ディズニーピクサー作品のトイストーリーシリーズをテーマとしたテーマランド。2010年に、ウォルトディズニースタジオパークのトゥーンスタジオ内にオープンし、2011年に香港ディズニーランドに独立した。 テーマランドとしてオープンし、2018年に、上海ディズニーランドに、第1期拡張工程の始まりとしてオープン。また、2018年6月30日に、フロリダ州のディズニーハリウッドスタジオにも、既存のトイストーリーマニアを吸収する形でオープンした。2009年、パリのウォルトディズニースタジオパークの拡張に関する情報がリークされ、 その後公式にその情報を認めた。その拡張は、ピクサー作品のトイストーリーに関するものであり、トイストーリー3の公開時期に合わせたものだった。2010年8月17日にオープンした、このエリアは、トイストーリー、プレーランドと呼ばれ、ゲストがおもちゃのサイズに縮んだというイメージで設計されており、映画に登場するキャラクターと共に、アンディの家の庭で遊ぶことができる。 アトラクションだけでなく、レストランやショップ、プロップスなどもそのテーマに合わせられている。トゥーンスタジオ内に位置しているため、香港版とは違い独立したテーマランドとはなっていない。アトラクションショップレストラン香港ディズニーランドでは2011年11月18日にオープンした。漢訳は、半時平台本営という。パリ版とは違い、トイストーリーランドという名称で独立した。 テーマランドとなっている。基本的なテーマや構成などはパリバンと同じだが、周りの植物は木ではなく竹によって周囲の芝生が再現されているなどの独自な表現も見られる。アトラクションショップレストラン2016年11月9日に正式名称はディズニーピクサーのトイストーリーランドの拡張計画を発表され、2018年4月6日にオープンした。 発表の際には、ウォルト・ディズニー・カンパニーのボブ・アイガーと、ディズニー・パークス・エクスペリエンス・プロダクツのボブ・チャペック、そして上海・シェンディグループのファンサイピンが出席した。トゥモローランドとファンタジーランドの間に位置している。おもちゃのサイズになったゲストたちは、映画の気分を味わいながら、アンディの庭に集まったおもちゃたちのカラフルで活気のある世界を楽しむことができる。 他のパークのトイストーリーランドに比べるとトイストーリー2の要素が強い。アトラクションショップレストラングリーティング2015年に開催された D23 エキスポ2015の際にディズニーハリウッドスタジオにトイストーリーランドができることが発表された。スリンキードッグをモチーフとした家族向けローラーコースターやリトルグリーン面の新アトラクションが設置される。現在ピクサープレイスに 入り口があるトイストーリーマニアの拡張、入り口の変更も行われる。2016年4月3日に工事は、はじめ2018年6月30日に完成した。おもちゃいっぱいの世界トイストーリーランドにはディズニーパークでは初登場となる新作ローラーコースターなど2つのライドアトラクションとクイックサービスのレストランが新登場。また人気の季節アトラクション。 トイストーリーマニアもうリニューアルしたアトラクションショップレストラングリーディングありがとうございます。